ゆめっちゃ有名。ゆめさん、あの一旦もう決まってるの。山本です。4回大会に青白王子にちょっと君誰か分からないからみたいなこと言われたんですけど、まあそろそろいいかなと思って。俺のこと知ってるよね。分かるよね。分かんない。いやいや、君誰か分からないからって言ったよね。分かんない。うん、感覚が。自分 YouTube で山岡って言ってたよね。言ってたよね。ああ山岡くんねって言ってちゃんと見てるから。忘れちゃったもん。いや忘れても忘れなくても俺は覚えてるから。ありがとう。だから俺とやろう。俺とやらなくても俺とやろう。いや興味なくても俺とやろうよ。誰かわかんない。いや誰かわかんないじゃなくて俺とやろう。やろうよ。俺だって、しかも久保田さんとかになんか入れ墨がいっぱい入ってて、とか言って俺久保田さんより入れ墨いっぱい入ってるし、入れ墨嫌いなんだろ。だったら空気いっぱい入ってるし、ね、やろうよ。そういうやつ嫌いなんだろ。待って、君見てると笑っちゃうのよ。いや、ほら、覚えてるよ。あ、お前君を知ってるよ。お前、うちのクラブ遊び来たらしいじゃん、お前。お前、態度悪いって、お前、敵になったらしいの。誰だ。あ、俺の責任って言ってたよ。誰だ。なんかお腹なんかするのに、こういうさっきみたいなのとか笑っちゃうんですよ、ね、だからね。お前知ってるよ、妖艶。お前の米をめっちゃ有名。ひびさん、あの下も止まってるから。ここ大丈夫。